はい、じゃあ始めます。はい、では、今日はですね、有意識と、浄土真宗という演題で、真実の仏教を明らかにしたいと思います。まずこの有意識という教えですけども、これは大乗仏教の基礎学、有意識を正しく理解せずして大乗仏教はわからないと言われます。これ有意識はですね、有名な世親菩薩、天神菩薩という方が完成まで、体系化した方であります。大乗仏教でこの世親という方、インドの方ですけどね、5世紀4世紀5世紀ですね、この方を抜きにして大乗仏教は語れないと言われます。でこの方がですね、明らかにした仏教が有名なのが有意識仏教、そして今では日本では一番多くの人が信奉している浄土真宗の教え、浄土論という本を書いてですね、大変有名な方でございます。でこの方がですね、有意識を明らかにした御心はですね、この100年、200年ほど前にですね、龍樹という方がおられて、その方がね、釈尊のお釈迦様の空の教えをですね、徹底して明らかにされたんです。これはすごいことなんですけどね、悟りの境地、この本当の幸せになれる世界を徹底的に説いたんですけども、これはですね、悟りの境地から説いたんで、よほど頭が良くなければ、普通理解的にはほとんど誤解したんです。ただ一般の方が学んではね、ほとんど空をね、誤解する方が多かったんです。でそこで、この世親菩薩がね、空の真意をね、今度は凡夫、我々悟っていない我々の立場まで下ろしてですね、私たちの立場から空の真意を明らかにした。これがですね、有意識という教えでございます。だから表面的にはですね、有意識と空は全く別物に見えますけども、よく中身を正しく見てみたら全く同じです。仏教ではいろんな仏教がありますが、視点が違うだけなんですね。このどの視点で仏教を説くかによって全く別なように見えるのがあるだけで、正しく学んだらね、有識も空もですね、龍樹も天神も同じことを教えられたと、それを説いたのが親鸞なんですね。親鸞という人はですね、ご自身の体験から、悟りを開かれた体験から、まず龍樹が空を明らかにされた、天神が有識を明らかにされた、でその後ドンランというね、偉いお坊さんが中国に現れて、ドンランがこの空と有意識を統合して浄土論中というね、二つの教えは一つでありますから、それを明らかにしたのが浄土論中というね、教えなんですね。でその系統が浄土真宗なんです。特に浄土真宗の場合はドンラン大師というね、この方を、非常に大事にするのが浄土真宗。だから親鸞という漢字はね、意味があるんですよね。親鸞という漢字はこの親はこれ世親の親、天神の神なんですね。この親鸞の教えはね、世親、これ同じことね、これ新約旧約ですから、古い約と新しい約の違いね。この親鸞は世親の教え、天神の教えをね、明らかにしたい、体験したんで、世親の名前を一字いただきますと、でこの名前がついております。またね、この方の教えを、この方の書いたものをね、私たちは読んでもわからないんで、この方の教えを正確に説いた方がドンランというね、ど偉い方がインドにいた、その方の蘭の字を一字いただいて親鸞とこう言われたんです。でここには龍樹は入ってませんけどね、龍樹はこの上にいるんです。龍樹、天神、ドンランって、大の老子教を中心した教えなんですけどね、龍樹、天神、ドンラン、これが浄土真宗の教え。だから龍樹の教えもね、世親の教えもで、ドンラン、それであと七高僧いますけどもね、本質は同じなんですね。だから親鸞という方が、本当の仏教をですね、明らかにしたんで、今日本で一番有名なんですけども、遡ればお釈迦様ですけども、お釈迦様の真意をね、釈尊亡くなった後、600年後に龍樹が空を説いた、
で旧約伝語にね世神が説いたと。そして神羅がその後を説いていくという流れでね、まあ教え方がいろいろ違うんでね、仏教はバラバラに見えますが本質部分は同じなんです。で空をねこれ解いてみなきゃなかなか難しいんで、よほど頭がいいかねスルーじゃなかなかねこれ空の理解が難しいんで、まあ今日はね由意識からですね空の真意をですね、明らかにしたいと思いますね。これならばね凡夫誰が聞いても一応納得できるんです。悟り開かなくてもね、由意識ならば万人が納得できるよって言っても難しいですけども、由意識ならば我々の凡夫の目線で説いてますから一応しっかりね初めから聞いてもらったら理解できるようになっております。で親鸞の教えも当然ね由意識の教えをベースにして、浄土真宗がありますから、浄土真宗を正しく理解するためにもこのね空由意識これが学ばれ、これを学ぶことによってよりね正しい浄土真宗正しい仏教が理解できると思います。じゃあ早速ね由意識の教えを明らかにしたいと思います。由意識といったらただ式のみ、今皆さんが見ている世界ね、でも心の映像である、あなたの心が世界を生み出すと、あなたの心というね主観を通して世界を眺めていると。で皆さんが悟りますとね由意識と分かるんですね。これは浄土と言ってもいいですね。浄土が分かる、由意識とは浄土ですね。浄土が分かったのが由意識なんです。これ悟りを表した言葉とも言えますね。あなたの心が世界を生み出すと、ただ心を変えることによって幸せになれますよと。といってもちょっとこれ分かりにくいんで、この由意識をね8式で教えるんです。皆さんの心を8つの心で教えたのが8式という教え。8式とはですね、まず式はこれね認識の式ですから、これは知るという意味ね、知る、ね、知る心、識別の式ね、知るという意味ですね。これ心のことを式と言います。皆さんには8つの心があるとこう教えますね。どういうことかと言いますと、原識、目の心、二識、耳の心、鼻識、鼻の心、舌識、舌の心、心識、体の心、これ5つをですね前後式とも言いますね。前の5つですからね、これをね前後式と言います。環境の最前線、我々は世界を認識する際には前の5つの心で一応世界というものを認識します。だから前後式と言いますね。環境の最前線ね、あるいは意識の前ということで前後式と申します。でこの5つの心を統率コントロールしているのを意識と言います。日本語の意識は有識用語、仏教の言葉を使ったんですね。ちょっと意味合いが違いますけど、皆さんが使っている意識は元は八識のここから使われた言葉です。でこの意識はですね5つの心をコントロールしている働きであります。で、前後式、意識、これで六式と言いますね。六式でここはですね仏教を全く聞かない方でも誰でも自覚できる心で、仏教のすごいのはね、でもう少し皆さんね真面目な人というか本当の幸せを求めたい、悟りを求めたい人にはですね、あなたがまだ気づいていない意識の底にあるマナ式、アレア式、これをね、お釈迦様はね説かれるんですね。あなたが気づいていない意識の底にねマナ式、アレア式あると説いた、まあ、これがまだ有識仏教のすごいところ。あの有名なあのフロイトというね、西洋の心理学者が言いますけどね、まあ、この人は実は仏典、ちょっと有識をちょっと学んでみて感動したんです。仏典を学んでね、あの無意識という心があることを発見したんです。だからこれをね20世紀最大の発見と言われてね、すごいことだったんですね。心の底に、ね、本当の私が実はあると、皆さんが自覚している意識はですね7分の1だと、これフロイトの意見ですよ。実際仏教ではそうとは言いませんけどもね、
まあ、近くで言ってますけど、心とは氷山のようなものだというふうにフロイトは言ったんです。まあ、氷山わかりますよね。氷山というのはですね、海面に浮かんでます。これが7分の1なんですね。皆さんが分かる心はね、普通一般で分かるのはこのここね、海面上のこの浮かんでるここだけが分かる。これが前後式意識なんです。これが普通の人ね。で、皆さんが悟り開くためにはね、この心を学ぶ必要があると教えるんです。未だ気づいていない心ね、それを有識仏教ではね、ビニーリ採用がつ論理で、ね、もう一応誰が聞いても納得できる完璧な論理展開で、これを詳しくね、一応、説いております。だから私これ学生時代学んで非常に感銘を受けたんですね。あなたの気づいていない頃が仏教ではもうすでにね、これ最大の発見します。もうとっくにお釈迦様は2600年前に説かれてるしね、なおかつこの龍樹天神も、まあ、特に龍樹が天神菩薩ですよね。この方が、ね、900年後に有識学をほぼ完成された。それが日本に伝わって、今日本にだけね、あの発想有識が伝わってね、連綿と一応、伝わってるということになっておりますけど、でもこれは全仏教に必要なんで、昔はね、発想宗しか日本にはなかった。最初はあの有名なね、興福寺とか薬師寺とか法隆寺とかいうところが有識教学ですけどね、そこからだいろんな教えが広がっていくんです。これあの大乗仏教の基礎学です。基礎にあたる学問なんで、昔はこれを学んでそれぞれの宗派を勉強したんですよ。これを学ばずして仏教はわからないと言われたのがこの有識です。まずこれを学ぶことによって空も正しく真理が理解できます。で、あなたの本当の心はまだ式、怪しきなんです。これをね、に気づく、これを知ることがまた皆さんの幸せに直結するから、今日はね、まあ、特にこのまだ式を今日は詳しく話したいと思いますけどね。まず全体、皆さんね、八式の全体、まず皆さんに、知ってもらいたいと思います。で、話を戻しまして、まずね、前後式、意識の話からまずいたしますが、あの心には必ずね、対象というものがあるんです。心というものはですね、必ずね、対象があって知る、認識することがあります。で、この識の対象それぞれ問いてあるんですね。対象の仏教で境と言います。境、これ境外の境ですね、境、それぞれ、対象がございます。まず目の心、ね、これ目の心ね、これ明治時代にありません。あのこの中に目の働きがあるんですわ。目を、まあ、元根というんですけどね、まあ、これは今日は話しませんが、目の心ですけども、対象は色なんです。色とは色とか形、皆さんがあの物を見た時に色とか形を判断する心を原色と言います。で、これはね、見た瞬間意識に伝えたらすぐ忘れてしまいます。これ記憶するのは、まあ、意識もしくは荒屋式なんですけどね、一応意識に伝達いたします。二式、これは耳の心。耳の心はです、今皆さん聞いておられますよね、声、音とか声を認識する働きを二式と言いますね。対象は声を境、対象といたします。鼻式、これは鼻の心と書きますが、この鼻はですね、香り、匂いを対象にする。臭いとか、心地いいとかね、あるいは麻薬みたいな体に悪いものもあの匂うことがあります。香りを対象とするのを鼻識と言います。まあ、これはね、意識に伝えたらすぐ覚えることはできません。この前後式はね、あの認識してすぐですね、意識に伝えた後すぐ忘れてしまいます。我々が記憶しているのはね、意識なんです、もしくは荒屋式なんです。舌式、これは舌の心ね、舌であの感じますよね、甘いとか辛いとか酸っぱいとか渋いとか、これ舌式と言いますね。味を対象にする。心式、これは体の心と書いて、この体はね、もう全体ね、今ならば暑いとか寒いとか、あるいはね、硬いとか柔らかいとか
すべすべしているとかですね、まあ、体で感じる心を心識と言います。触れたものを対象にする、まあ、これを意識にすぐ伝えます。で、我々が記憶しているのはね、前後式から入ってくる情報が一応世界の全部なんです。そこから情報を取り得たものを意識で、皆さんは、記憶する、ね、記憶して、記憶して、そしてこれごとに総合的に判断するんですね。あるいは夢を見るのも実は意識のように取れたんですね。ちょっとこれ面白いけど、意識はね、総合的な判断もするし、記憶もするし、夢を見るので、あの発信の中ではね、これが一番中心なんです。後でこれ言いますけどね、これ悟らない時はね、これほとんど あんまり気づかないんですけど、悟ったらこれも全部一応分かることになるんですけども、一応発識の中では一番よく働くのが意識なんです。過去のものをね、しっかり脳で記憶ねするし、記憶したものを元にして総合的に判断するし、夢の中でね、今まで、たくさん情報を貯めたものを元にしてストーリーをね、めちゃめちゃな夢で、だいたい夢といったらしっかりした夢ないですけどね、今までの記憶したものを元にして勝手にストーリーを作ってしまうんです。これ夢の働きは、これ意識だというふうに、まあ、ちょっとフロイトと意見違いますけどね、フロイトはあと自分の考えですから、ね、仏典を学んで自分なりに構築したのが西洋心理学、ね、ユングも同じ、フロイトもユングもアドラーも同じです。あの方々は仏教を学んでますけども、仏教を学んで自分の見解を取り入れた、でもかなり真理に近いからね、割と人気があるだけであって、あくまでも彼ら自身の意見であります。で、仏教の場合は意見じゃなくてですね、真理を発見した教えを体得して、お釈迦様と同じ悟りを多分開かれたんだと思います。それをベースにして構築してますからね、ものすごい深いんです。今の科学はね、仏教に近づいてると言われますね。有名なアインシュタインが言ってますよね。アインシュタインがびっくりしたのはそこなんです。現代科学の欠陥を埋め合わせてくれる宗教があるとすれば、それは仏教であると。今の科学に欠陥がありますよね。仏教を学んだらね、欠陥が補われるそうです。これね、学んだら面白いですよ。これ大宇宙の構造もね、もう今の科学で分からんことね、ほとんど解いてますから、生命のこのね、深いところもね。だから私学生時代ね、これ感銘して、これはみんなに伝えたいなと思いましたね。もう誰が聞いても私は納得できると思います。しっかりね、真面目に聞いてくれたらね、万人がね、理路整然とね、解ける教えが仏教ですからね、皆さんが一番聞きたい、特にね、科学ならばね、外の世界ばっかり行ってね、たとえ宇宙の果てが分かってもね、生命の根源分かってもね、皆さんの幸不幸に関係ないんです。新たなね、星が発見されてもね、幸せに関係ない。仏教の場合ね、内側を徹底して見ていくんですね。外じゃなくて内側を見ていくのが優秀なんですよ。そして心をね、正しく把握して悟り開くんです。だから思いっきり皆さんのね、幸せに直結するからね、私はこの話は皆さんの素晴らしい財産に私はなると思っています、ね、学ぶ価値が大いにありますので、ね、皆さんの幸せに直結する内容をね、今日もお話しいたしますので、で話を戻しまして、この意識が前後式を統率していると。記憶したり判断したり目を見たりする。で、意識の対象はですね、ちょっと難しいですけど、法教と言います。この法はね、仏教ではいろんな意味があって、ここの場合はあらゆるものと、物と言うんですね。法には教えとか真理がありますけどね、ここでは物。意識はありとあらゆるものを対象にするんです、ね、今皆さん頭で例えばね、北極を考えるとか、過去のことを考えるとか、ね、意識だけはね、目の前じゃなくてもね、過去のことも未来のことも、今目の前にないことも概念としてね、対象化することができますから、法とおっしゃったんですね。だから意識はね、一番働きが大きいんです。広いですね。でこの前後式意識の特徴の大きな一つはですね、右拳断といいまして、拳断があると言われる、捉える
断ずる、途絶える間がある。つまり働きがね、休止する、休まる時があるんです。だ今では皆さんならばね、目は働いてる、耳、鼻、まあまあ目でなければ働きませんよね。舌はないと思います。なんか皆さん雨でも食べていたら感じますけどね。でこれは前後詞が途絶えるね、間があるんですね。途絶える間がある。意識は朝起きてから夜寝るまでほとんど動いております。夢を見るのはね、これね、意識が働いてるんです。夢を見ない状態を熟睡と言いますが、熟睡もし皆さんができたら意識の働きは休止します。あるいはボクサーでも殴られてね、失神状態になったら意識はなくなります。でもね、死なないのは間なしきあれらしきあるからなんです。植物人間になって生きているのはね、植物人間はね、意識ないんです。でもね、ちゃんと体の血流は流れてるし、息はしてますよね。それは間なしきあれらしきあるということで証明するんです。ここは今の、ね、医学でもね、分かりません。でも有識はもう明らかに解いてますよね。意識の大きな働きはね、ほとんど働きます。ただ浅い眠りはね、働いてますから。夢なんかは大体ね、浅い眠りの時に見るんですね。深い眠りの時は意識は止まりますから。でも皆意識の底に間なしきあれらしきあるから、皆さんはね、血流も流れ、息もね、することができるんです。こう教えるんですね。で、意識前後式はね、一番働きが活発ですけども、途絶える間があると、休む時があります。でもね、例えば臨終迎えて次の章、生まれ変わる時でもね、これらは死にます。でもね、生まれ変わってまた次の章を行くまでの間は、これはずっとあるんです。仏教で教えますね。生まれる前も生まれた後もね、間なしきあれらしきはずっと流れている永遠の生命なんです。で、人間に生まれて赤ん坊からだんだん成長していくと、だんだんね、これをベースにしてだんだん前後式が発達して、意識が発達して大人になるという、そういうね、メカニズムを解いています。で、皆さんが本当の幸せになるにはね、もちろんこれを正しく理解して、そして意識でね、悪いことをやる、良いことをしていくということを詳しく解きますけども、同時にね、意識の底にある間なしきや荒々しきの働きも知ることが大事だと、こう仏教では教えております。じゃあね、どういう心が間なしきなのか、荒々しきなのかをですね、今日はこれをね、明らかにしたいと思いますよね。まず間なしき、これはですね、マナという漢字は、これね、インドの言葉のね、マーナという言葉がありまして、英語で言えばね、マンの言葉と同じなんですね。英語でマンって皆さん覚えましたよね。ね、マンと言ったら、これ人間とかいう意味でですね、意味は考えるなんです。人間は考えらしと言われますように、考えるという意味がマナ、マーナと言いますね。英語とインドの言葉似てますからね。同じ語源ですからね。で、意味はですね、実はいいと同じなんです。実はなんとね、このいいイコール実はマナなんです。だからほとんどね、いいとマナは同じなんだけども、あえてね、第六意識、第七マナ式と分けたにはことには理由があります。一つの理由は、同じね、まあ、今これ考えるね、特にこれ今これ考えるところなんですね。これらは考えられない、前後式は。意識だけがね、考えることができるんですね。判断するね、記憶して判断する。考える力というのは意識の働きね。間なしきも考える働きなんだけども違うんです。間なしきをね、また思考式とも言うからね、思い測る心、思う、ね、思考する、測る、考える。ただ、同じ心とも言えるからね、お釈迦様が最初仏教を説いたときは前後式、意識、ここまでしか説いてないんです。これ後で説かれたんですね。で、意識の中にね、初期仏教ではね、意識の中に間なしき荒々しきを含めておっしゃってるんです。でもね、
詳しく説いた方より皆さんが理解しやすいということで、有識仏教ではね、意識の底にマナー、あらやしというものを説いたんです。で、同じ意味だけども違いがあるからね、第6、第7と分けたんです。で、一つの大きな違いは、意識はたとえよく働きますけども受けんだ、ね、失神や熟睡などすると働き、意識をお休みすることがありますと。他にまだあと3つぐらい理由があるんですけどね。ところがね、このマナ式はね、ずっと思い続ける、あれやしも、これ無形なんて言いまして、働きが途絶える間がない、ずっとね、生まれても生まれて死んでも、植物人間になってもね、あなたのマナ式、あれやしは、ね、働いてるんです。自覚ないけどもね。そういうふうにお釈迦様はね、真理を発見しておっしゃったんです。意味は、マナ式は資料式といって、ずっと思い計る心だけども、大きな違いは、一つはこれね、受けんだ受けんだ、もう一つはですね、対象が違うんです。対象が、意識の場合はね、あらゆるもの、どんなものでもね、対象化することができるか、意識だ、意識を正しく働かせることによって悟りを開きます。で、仏教ではね、このマナ式を自覚させて、これがね、悪の根源であるかのように説かれます。悪の根源じゃないけどもね、悪を作るね、大元になるのがこのマナ式なんです。なぜかと言いますと、エゴね、エゴというのがありますよね。まさにエゴとなるのがこのね、マナ式なんです。エゴ、俺が俺がね、俺が俺が、マナ式を一言で言ったら、自我執着心と覚えておかれたらいいですね。俺が俺がというね、これから罪悪が生み出され、あなたの今の苦しみはマナ式から生み出されると仏教で教えるんです。あなたの腹の底にね、心の底にね、俺さえ良ければ人はどうなってもいいというね、自分のみを愛し他を排除する、他を否定する、俺さえ良ければというね、この心があなたを苦しめ、人も傷つけてしまうんだと。それをこの論理的に詳しくね、マナ式で明らかにするんです。で、マナ式の場合はですね、あらや式の兼務といいまして、本当の私は実はね、あらや式なんです。これが本当のあなたなんですね。で、本当の私に対して、これが俺、ね、俺と変わらない実態としてね、あらや式のこれ、ね、兼務といいまして、心の最先端の部分の心に対してね、これが俺だ俺だというですね、自分に対して執着して、自分以外のものをね、排除排斥する、これが、マナ式の働き。まあ、向いてる先はね、意識ならばどんなものでも向ける、人に対してもね、親切できるのは、意識を正しく働かせたら人に対して優しい心が起こせますけども、マナ式はね、人に目が向かない、寝ても覚めても自分のことばっかり考えてるんです。皆さんどうですかね。これ真面目にね、自分見つめたらね、分かります、ねね、いくら表面的にね、人のいい、人にいいことやってもね、腹底ではね、まず自分が可愛いです。例えばね、写真見てもね、まず見るのはね、自分がどこに写ってるかですよね。自分が儲かるかどうか、まあ、政府の方針でもね、自分に都合がいいか悪いかどうかで判断します。口では言わなくてもね、心底ではね、まず俺なんですね、エゴ、これが我々なんですね。これ無自覚で、言いますけど、それを自覚させるんです。仏教ではマナ式はね、あらや式の兼務といって、本当の私があらや式なんだけど、これに対して ね、これ自我と言いまして、これ本当の自分じゃないんだけどもね、仮の自分ね、仮にこれが自分だと思っているものを仏教で自我と言います、ね、本当の自分はあらや式だけど、それをね、固定不変な私というふうに理解するんです。激しい川の流れがあったらね、それを一枚の布に見て、ね、変わらないアートマンがあると、これ誤解ですけど、本当はただ心の流れがあるだけなんだけどね、それをね、固定化する働きがマナ式なんです。あらや式の兼務をね、自我というふうにとって、執着する、これが俺だというふうに執着して、執着することによって他を否定するんです、ね、この我の悪いところはね、我たくしといってね、我を執着するとね、絶対他を否定するんです。これ仏教で我たくしと言いますね。我たくし、日本語の我たくしはここから来ますね。
ガタ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 する、ね、音でもね、ピシピシピピシなるね。これはマナ式の働きをガタピシと言いますね。世界をね、2つに分けてしまうんです。私たちはね、が、自分と他、ね、がこちら側、ね、世界を自分の味方、ね、で、他は敵みたいな感じで、敵は他、彼は他ですよね。世界を私と世界で2つに分けてしまうんです。これがマナ式の働き。自分に執着するあまり自分以外のものをですね排斥する。これが無意識レベルで皆さんやってませんかと問いかけます。で、2つに分けたまではよかったけども、分けた後にガーガタを攻撃する、ね、ガーガタを攻撃する、ね、これが彼を攻撃するんです。これを分別心といって、これがあなたの罪悪のもと、あなたの苦しむもとは、マナ式が自分にだけ心を向けることによって他を排斥する。これがね、意識に影響を与える。意識が悪さをするんです。マナ式はそこまで悪さまでしませんけどもね、心を怪我して自分にだけ心を向けることによって、それが意識に影響を与えて意識が悪さをすると。だから仏教ではこのマナ式を知恵に変えていく教えなんですけどね。で、マナ式はこれを真面目に見つめたら分かります、ね、人には言えませんけどね、いつも自分のことばっかり考えてる。自分がね、儲かること、自分が人に勝てるか、自分が認められるか、自分が儲かるかというのがね、無意識レベルで働いているということを知っていただきたい。これをマナ式、分かりましたら自我執着心と言いますね。これが大きな違いね。意識はあらゆるものに、対象化することができますが、マナ式は、ね、人は目を向かない。自分の内が自分だけに心を向けている心をマナ式と言います。じゃあ最後のね、あらや式はどんなことかと言いますと、これがあなたの本当の私でございます。永遠の生命ね、生まれる前からもずっとマナ式と一緒に、あらや式はずっとね、皆さんの本体として流れ続け、死んだ後もね、またマナ式、あらや式がずっと続きます。で、マナ式、あらや式含めてあらや式というふうに言いまして、これが本当のあなたであります。これを根本時期とも言いますね。この橋の中でね、根本の頃ですから、これを根本時期とも言いますね。根本の頃、仏教で根本時期ということもありますね。根本時期ね、根本の式ね、心だとこう教えます。で、あれという意味はですね、まだならばね、いい考えるんだけどね、あれならばこれは蔵なんです。蔵式、蔵のような心をあらやと言います。これを覚えるためにはね、あのヒマラヤがいいね。ヒマラヤ、ね、ヒマラヤと言ったらね、ヒムアラヤなんですね。ヒムアラヤ、ヒムアラヤ、これの意味は雪の蔵ですよね。雪の蔵、ヒムは雪ね。あのヒマラヤさんといったらね、あれ一年中雪に覆われてますから、アラヤは蔵、ヒマラヤさんといったら雪の蔵なんです。これで覚えとったら覚えやすいね。ヒムが雪で、アラヤは蔵ですから、ヒムアラヤ、ヒマラヤ。アラヤというのはですね、蔵だから、日本は今はありませんが、ほとんど昔は蔵といったらね、大事なものを収める場所なんですね。どういう場所かと言いますと、これはあの英語ではね、ストアーコンシャスネスと言いますね。ストア、貯蔵庫、コンシャスネスはこれ意識でしょ、コンシャスですね。これはストア、貯蔵庫、つまりね、あなたが今までやってきた行いが全部収まっている蔵の心なんです。今皆さん、今のような顔ね、体、形、運命ありますよね。仏教ではあなたの運命はすべて過去にやってきた経験、これ仏教で業習字と言いますね。仏教では運命はなんか神様なんか認めませんね。あの絶対神、この大宇宙を作った創造主であるね、エホバとかアラーとかね、いや、ヤホバというね、神は、あれは人間の妄想が作ったものだというのを教えてね、あなたの運命はあなたの心が生み出したと教えます。業、神と言いますね。あなたの行いが生み出した。で、
体の行い、口の行い、心の行い、これ神経の三語と言いまして、あなたの運命はあなたの体でやる行い、口で言った行い、思った行いが全部ね、合力として、合の力として、合の周囲、これ種、植物の種に例えるんですね。あなたのやった行いが、ね、目に見えない合の力として、あらゆる人に全部きれいに収まると。人が見ていなくても、見ていてもね、仏様は見てござる、聞いてござる、知ってござるってね、仏様はみんなご存知です。だから、あなたの運命はね、人を恨めない。全部あなたの蒔いた種まきで、今の運命を生み出し、これから死んだ後も全部あなたの蒔いた種まきが決定するからね、誰も恨むことはできない。業が運命を決定いたしますから、これを自業を自得と言いますね。あなたの運命はすべてあなたの自業、自分の業によって自分が運命を得る。これ自業を自得と言います。で、これを業種時もしくは業力と言って、皆さんが過去生まれる前の種まきによって皆さん今生まれました。で、生まれてから運命違いますよね。才能のある人もあればない人もある、ね、同じ兄弟でもね、才能って違うんですよね。私兄弟3人いますけど、兄貴なんか本当にね、あのスポーツできたんですわ。私頑張ってもあまりできなかったんだけどね、そういう違いがありますよね。同じ兄弟でも違う、運命が全部違うのはね、やっぱりね、過去の種まきプラス生まれてからの種まきも影響して、それが今のあなたの周りの環境、今のあなたの才能能力、あなたの心を生み出した。で、合衆儀があらやしくに全部きれいに収まってます。だからあらやしくね、別名一切衆儀しています、ね、過去生まれる前プラス生まれてからの今まで、今の今まで、今ならば皆さんね、文法を聞いてるいい種まきですよね。この良い種まきがあったら未来幸せになります。一切の過去の合衆儀が今荒屋敷になります。これがね、明日明後日未来をね生み出していきますから、あなたの一切の修辞がこれから未来の運命を作り出しますから、今の原因から言ったらこれがあなたの頃、荒屋敷を別名ね、仏教で因相と言いますけどね、荒屋敷を原因から言ったらね、一切修辞式と言いますね、インド姿、荒屋敷を因から言ったら、この荒屋敷に収まっている、種で皆さんは明日も明後日も10年後20年後死んだ後もね、あなたのまいた種まきによって、これ法則ですから、もともと宇宙に存在します法則は。で、ね、引力ならばね、落ちるとか、これもともとありますよね。そういう法則みたいなものが因果法則なんです。だから神様じゃない、もともと存在する、お釈迦様がこれを説こうか説く前が、あくまで真理をね経過したのが有識であり空であって、もともと大宇宙には真理が存在するんです。それをね、お釈迦様が心を見つめて発見されて、それを皆さんにね、説いたのが仏教であって、お釈迦様が仏教を説く前も仏法は存在した。ただお釈迦様は真理の発見者であって創造したんじゃない、あくまでもお釈迦様がもともと存在している真理を発見して悟りを開いて、皆さんも私と同じように悟りを開いて幸せになりましょうと、こう説いたのが仏教なんですね。で、皆さんが悟り開くには、幸せになるにはね、あなたの心を正しく理解したら幸せになれる。これを仏教で自覚と言いますね。あの日本語の自覚というのはここから来ました。自覚さえできたら悟りですよね。この言葉、仏教、仏典の言葉、あなたは自分でありながら自分がわからないです。自分というものを悟るのが仏教。あなたの本当の姿、ね、これがあなたの、有識があなたであり、橋があなたなんですね。これが分かったのがある意味悟りなんです、まあ、言葉じゃなくて中身を知ることが大事ですけどね。本当の私が分かったら苦しみから離れて下脱ができます、ね、もう苦しみがなくなった世界に生きている今出ることができる。だから仏教は自覚境と言いますね。あなた自らの心を悟る、あなたの心をね、客観視できる心が実は得られたのが悟りなんですけどね。
自分を正しく分かったならば悟りであり、もう、苦しみは、消えてしまいます。これが涅槃でありますけどね。でその、まず初歩といいますか、大事なこととして、前後式意識で真式荒屋式ね、これを正しく理解する。で荒屋式ですけどね、これ話したらもいくらでも長くなるんで今日はあまり詳しくできませんが、まあ、簡単に言いますとね、荒屋式は蔵の頃ですね、過去の行いが全部収まってます。で荒屋式が真式を生み出し、意識を生み出し、善女子を生み出し、肉体を生み出し、この世界を生み出す、ね、このあらゆるものを生み出す大元の心が荒屋式根本式と言います、ね、でこの善女子、意識、真式ね、これらがね業を投げ込んでるんですね、まあ、特に意識ですよね。皆さんがやった行いをね全部荒屋式に放り込んでるんです。それをひたすらね受け止める心を荒屋式と言いますね。で前後式が、ね、業を、ね、作って体口心でね、この六式が、業を作りますよね。それを投げ込むんです。それが目に見えない不滅の合理として荒屋式に全部残って、縁が来たら現れる。縁が来たらね、で荒屋式からね真式が生み出され、荒屋式から意識が生み出され、荒屋式から前後式が生み出され、荒屋式から肉体が作られ、荒屋式から今見えている世界を、あなたの心が今見えるような世界を生み出しているんだと教えます。まあ、この、ね、循環、荒屋式が世界を生み出す、ね、まだ前後式意識がひたすら業を、ね、投げ込んでいる状態。今ならば皆さん素晴らしい正しい仏教を皆さんは今ね聞いて理解しますから、これがね荒屋式投げ込んで良い合力として荒屋敷に、ね、残りますから、この聞いたことは、ね、非常にあなたを幸せに、ね、導く、ね、良い業として荒屋敷に、ね、収まります。まあ、こういうふうに、ね、仏教に詳しく教えるんですね。で式は全部対象があります。最後荒屋敷の対象だけ言います。これちょっと聞いても分からないかしらないけど一応話しますね。一応式である限りは必ず、ね、対象があるんです。あなたの本心である荒屋敷はね、肉体と経験と環境を対象にします。あなたの本質はね、まずね肉体、これ武器で無根人と言いますね、根を有する身ということで体、肉体のこと、これをね荒屋敷は対象にします。まあこれが私だというふうに思うでしょうかね。普通はそうでしょう、ね、私と言ったら肉体ですよね。間違ってますけど、一応肉体が私だというふうに対象化するのが荒屋敷。あとね過去の経験、これ仏教で業修辞と言いますね。結局自分といってもね、過去の今までのね大学行って、あるいは高校ね、今学んだ知識や仕事やね、過去の経験でしかね私たち自分というのはないんです。私といったらやっぱりね過去の経験なんです。ただ経験を対象とするんです荒屋敷は。あとね環境ね、こういう環境ね、それを対象として私というものを認識するんです。一応荒屋敷はこの3つを対象とすると。でこれがね悟り開いたらね、まだあれ全部ね意識と同じようになって、あらゆるものを対象にしてね大と真理が全て分かると。これが全部ねガラッと変わるんですけどね、悟り開いたならばですけど、ね、そこもね詳しく意識で教えてます。この八識をね知恵に変えていく、これをね、それぞれねこれね知恵が名前がついてるんだけどね、これを知恵に変わることによって悟りが開ける、こういうね論理がもう実に鮮やか、よくもまあこれまで解けたなと思うぐらいのね精密な論理で解かれてるからね、私は有識はね皆さんのとても大切な財産になると思うんで、ぜひね、学ばれることをお勧めしたいなと思います。で特に皆さんはやっぱりねしてですね苦しんでます。人間はなぜ苦しむか言ったらね、この真式が問題なんです。だからこの仕組みを理解してどうすればいいかもね聞いてもらいたいんです。だから今日はこの後次の第二講義では真式の働きをね、この後、まあ、もう少し詳しくね掘り下げてお話をしたいと思います。すみません、はい、一回ちょっと休憩いただいていいですか。はい。
はい、どうぞ。